はい、皆さんこんにちは。自然災害ライフスタイルチャンネルの舞台です。はい、ということでね、皆さん2月に入りましたが、まだまだ寒い日が続いております。もうね、皆さん畑の準備はお済みでしょうか。この度ね、3月9日に、合同のですね、農園見学会を企画いたしました。大月市で、開催いたします。こちらのね、大月エコの里と大月市営になるんですけれども、ふれあい農園柳川というこの2カ所をですね、一緒にこう見学しながら、農園はもちろんなんですけど、まあ、農園だけじゃなくてね、どんな、暮らし方をしているとか、隠居店移住のちょっと話ができたりとか、もしくは大月市のね、こんな面白いスポットがあるよみたいな、そんな話もね、できればというふうに思っております。今年はね、大月エコの里の、富士見カフェというカフェもオープンしますので、美味しいですね、ランチなんかをもしご興味あればね、一緒に食べたりするのもどうかなというふうに思っております。それではですね、2年ぐらい前なんですけども、夏に撮影した畑の様子っていうのをね、ちょっとお届けしてご覧いただければというふうに思います。それではどうぞ。
はい、という感じでね、ぜひぜひあのお月日お待ちしております。まあ、気軽な感じでね、お月もどんなところかなってご興味ある方がいましたら、ぜひお越しいただければというふうに思います。詳しくはね、概要欄の方から、詳細とお申し込みなんかもいただけますので、よろしくお願いします。それではまたお会いできることを楽しみにしております。